ウェザーニュースキャスターの松雪彩香が31日金曜日の全国の天気をお伝えします。冬型の気圧配置となり、太平洋側ほど晴れるところが多くなりそうです。ただ瀬戸内地方や近畿、東北ではにわか雨やにわか雪にご注意ください。日本海側は雲が広がりやすく、雨や雪が降ったり止んだりしそうです。山沿いでは積雪の増加に注意が必要です。北海道は金曜日も雪が続きそうです。オホーツク海側の吹雪のピークを超えるのは午後になってからです。その後も雪が続きそうです。さらなる積雪の増加に注意が必要です。日中の気温は前日よりもやや下がるところが多くなります。北寄りの風も冷たくなるため、暖かい服装でお過ごしください。以上、金曜日の天気をお伝えしました。